今年も四日市市で地域のためにさまざまな活動をしている中村組の清掃活動に参加します。四日市市を拠点としている株式会社中村組は毎月月初めに独自で清掃活動を行っています。そして継続していくうちに活動に賛同した団体が加わり大規模なものとなりました。清掃活動を行っているというのもとても素敵な業務ですよね。昔ですねうちの会長が自主的に周辺清掃をされていきまして、私ども公共工事がですね非常に多いものですからどうしても地域に恩返ししたいという気持ちが根強く残っておりまして、自主的に清掃活動を行うようになりました。新型コロナウイルスの影響などで活動が制限されていたと思うんですが今年参加者などをご覧になっていかがでしたか？本当にご縁がありまして3年前からですね、年々参加者が増えまして、八幡に小学校は旗振り活動をさせてもらったご縁でお声掛けをいただいたりとか四日市看護医療大学は学校に講座を持たせてもらったりとかそういったご縁で今日も参加をしていただいております。地域にとても密着されている会社なんですね。ありがとうございます。もうそういうことを、ね、目標とはしておるもののなかなか、ね、言葉では難しいので、僕らが一生懸命やることで皆さんと理解を深め合うということを目標に頑張っています。やっぱりちょっとちっちゃいこまごまとしたゴミが多いなっていう印象です。こういうのが用水路だったり川だったりに流れてそこから海に行って海が汚くなって魚が食べられなくなってしまったりっていうやっぱりそういうのがあるのでこういう小さいところからゴミ拾いっていうのを大切にしていきたいですね。未だにタバコの吸い殻が割と落ちましたのでフィルターがやっぱり残ってしまうっていうのがあって、意識の問題だと思いますけどもちょっとね捨てないようにしていただければ、なかなか全体で集まる機会も少ないので、月に1回意識して心がけて短い時間ですけど一生懸命地域に貢献できるようにゴミが拾えるように動いていきたいと思いますので。タバコの吸い殻とかが容器あったもんで、細かいもので拾うのが大変だったんです。この月一の取り組みについてどう思いますか？地域の皆さんにも手伝ってもらっとって本当にありがたいと思います。落ち葉がめっちゃ多くてタバコとかもところどころにタバコがあったりとかしました。地域の人たちと協力して登校する生徒が気持ちよく過ごせるようにしていきたいと思います。これからまたこういうボランティアがあったら参加してきれいにしていきたいと思います。今後もこのような活動を続けていくためにどのようなことを考えていらっしゃいますか？地域の方を巻き込んでますますこれからもですね地域に喜ばれるような活動をしていきたいとこのように思ってます。ありがとうございます。今後も清掃活動を楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。海田日本プロジェクト in 三重県では中村組さんの活動をこれからも応援していきます。海と日本チャンネル登録よろしくお願いします。